来年の東京オリンピック・パラリンピックをめぐり、関連施設の建設現場の労働環境に問題があるとして、労働組合の国際組織が大会組織委員会や東京都などに改善を求めていることが分かりました。スイスに本部を置く130の国や地域の労働組合が加盟する国際組織がまとめた報告書は、新国立競技場や選手村など東京大会に関連した建設現場で働く労働者が連続して28日間働いていたり、吊り上げられたコンクリートが揺れている下で作業をしていたりすることから極めて危険な状況にあるとしています。組織委員会はおととい、この報告書をメールで受け取っていて、メールにはすぐに対策を取るべきと記載されていました。組織委員会は内容を確認中で今後対応を検討するとしています。